お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今後もねクラッシュロイヤルやっていくんですけど、マルチやっていきます。でもうちょっとで77なので、まあ77目指しつつね、昨日と同じ出来にはなるんですが、やっていきたいと思います。今季8000で出るんですよね。そう、あとシーズンが4日なくて、まあ3日と何十時間みたいな感じなんですけど、これワンチャン AUK のサバーカなんですよね。なんかよくわかんなくて、AUK が前にツイートしてたんですけど、別の人がツイートしてたりもして、なんかよくわかんないんですけど、海外のね、プロの AUK 説は濃いですね。勝ちたい。そう、残りシーズンも少ないんですけど、今上が7、8ちょっとかな、とかなので、多分出るんですよね。そう。8000が出るので、でもめちゃくちゃ出るわけではないと思ってて、8000いければ結構悪くない順位で多分フィニッシュできそうなので、8000いきたいですね。あー、ロイフグだな、これも。多分ロイフグ？うわー、いや、めっちゃいいミニペ、あー、ヒースピで終わったー。マジで。いや、終わったと思ったら、いや、ウッド？おい、ウッド入れなかったかな。危ねー、これ耐えたのでかいっすね。で、しかもダメアルトントン。エリー、やどー、ちょっと取られてるぐらいかな。さあ、ワンチャンミラー対決。ウッドと箱が分かんないですけど、ヒースペアグルミニペイまで一緒、マジアチも一緒なので、ミラー対決説ありますね。てか、クランメイがなんかすごいな。さあ、2600、マジアチからいきますか、まだ。で、先に攻めたらただただカウンターで死ぬので、一回防衛からいきたいですね、個人的には。で、しっかり待って。はい、あー、これつければよかったな。まあ、ウッドかな？ワンチャン箱っすね。このなんか、転がさない感じ。箱落ちてきて。いや、でかい。いや、でかい。いや、入る。めっちゃ入る。でかい。いや、めっちゃ入る。でかい。めっちゃ入るくね？でけえ。さあ。で、一回ゆっくり行きましょうか。で、アイゴレ咲いたので、ワンチャンロイフグミリペも来るんですよね。ここで来る、ウッドとハンターで多分ほぼ抑えれますね。で、ここの、オッケーオッケー。あー、相手のあれがやべえ。マジ打ちが。オッケー、いいヒースピ。しかも、マジ打ちが射抜いてる。いや、でかい。1600耐えれますよ、これ。耐えたいっすね。クエイクと箱なのがね、いいのか悪いのかって感じですね。クエイクウッドと箱の違いが。これ多分マジ打ちで射抜きたいんですよね、この人。射抜かない。さあ、クエイクで勝ちなので、僕は。守りたいですね、必死に。オッケー。アイゴレでミニプ受ける。さあ、どっち来る？こっちですね。うい。来たー！勝った。いや、これはでかいですね。これで30ぐらいもらえて、次勝って、そうですね。次勝って、77と。よし。いい感じですね。しかも、ミラー対決勝ってたな、でかい。ちょっとね、今夜動画撮ってるんですけど、明日、チームのね、YouTube の撮影とかがあって、ちょっとね、朝かな、会社に集まんないといけないんですよね。そうなので、久しぶりにね、朝早起きをしないといけなくて、で、その夜も、あれだね、みかんさんとかとみんなでご飯行くので、なんか予定がちょっとあって、しかもその次かな、その次の日ぐらいに、てかまあちょっと相手か、岡山にも帰ろうと思ってて、僕実家が岡山なんですけど、そう久しぶりにね、帰省しようと思ってて、彼女の誕生日プレゼントも彼女の誕生日過ぎてるんですけど、渡せてなくて、まあ買ってはいるんですけど、そう、渡さないともいけなくて、ちょっとね、バタバタしてて、本当にこの後もう風呂入らないといけないし、荷造りしないといけないし、なんだ？まあ、寝ないといけないし、だからね、ちょっといろいろあるんですね。漫画も見たいし、みたいな感じで、今動画も撮らないといけないし、という感じで、ちょっとね、バタバタしてるので、勝ちたいですね。あー、クエイクッドか。あー、これ、ローエク飛ばせばよかった。ミスった。なんで？なんで飛ばさない？俺、ミスった。反応が。あ、待って、ラッキー。一発入った。で、相手はロイフグ三重士だな。ロイフグ三重士。ファイボ角、ファイボができたね。これは、
相手のローリングの飛ばすタイミングうまい、僕が多分クエイク打った瞬間に飛ばすっていうか打ってきたらいいなぐらい飛ばしてるけど、ダメージがめっちゃ入る。さあでこっからですよね問題は。まあこんぐらいして多分スケ囲みウッドからの、ああ出た、あいこれ逆サイツリーっすね。あラッキー、スケスケに飛んで、いやこれでかい、このハンターのダメージ結構でかいですからね。でアイゴレとスケ使ったのでロヘグミニピッティ、あーでも回るのか、なんか回転が早いのでこれでアイゴレか、うんでスケ回る、はい。でロヘグをハンターウッドで結構抑えたいですね。なんかイチゴこれハンターのダメージ良くないですね。やべ、ハンター、オッケー、いい盾。肉壁。肉壁いいね。30ちょっと厄介ですね。でもコストは別に相手あるわけではないので。で、ここで多分同タイミングで被るんですよね。被る。一回待っていいか。で、この右に左の700はワンチャン捨ててもいいですね。ワンチャン捨ててもいい。でも相手本気で多分降りに来るのか。本気で降りに来そう。降りに来ないと相手としてはやばいですからね。まあクエイクって削りので、ここの700捨てまようか。多分中途半端にすると両方おられそうなんですよね。いやでも守れそうだな。いや耐えれる、いや耐えれないかな。やべ、こっち捉えたらやべ。でクエイクか、クエイク回した、やばい、耐えろ、つつき対決。うーおぶねー、これは神試合だ、これは神試合だ、やばいっすね。ちょっと負けたかなとヒヤヒヤしましたね。あぶねー、きた77-44位、キリがいいですね。さあもう1試合かな、まだ2試合しかしてない、いきます。いやここで勝てれば多分30位ぐらいにいけて結構いいですね。いやー今のはでっけー、結構ロイフグ多いですね。ロイフグも多いしメガナイトも多いし、もうタイなんかその辺がぶつかり合ってますね。ふぅ危ねー、めちゃめちゃ怖かった。そういやマッチング早い、でかい、ヌリ出た、よろしく。タロンだな。タロンのプロ選手ですね。小物がめっちゃうまいんで、ウォールブレイカーかホグの2択ですね。ホグですね。スケヒースピョグだ。スケヒースピョグか。ボムタワーとクエイク箱ウッド。クエイクウッドとかするね。マジアッチャーは、端前で射抜いていきたいですね。クエイクじゃないのかな、いやクエイクなのは間違いないですね。うん、でウッドがあると思うんですけどね、ウッドないのかな、ウッド雪、うん、スキースピ型どんなんだっけ、あクエイクウッドですね。いやーちょっとあれっすね、やべえこれよくねえかも、逆サイ来て、許容、やばい、これマスケ回収だな、アイゴルつけたらマスケ回収だな、どうせ。ちょっとやったっすね、なんか謎にユニット割いちゃったな。いやボムタワーがね厄介っすね、ボムを突破できねえ、突破どうしようかな、突破したいですね、ボムの突破をしたい。完封できるんじゃね？ああ、お前。いや、どうしましょうかね。どうしましょうかね。うわ、めっちゃうめえな。お、ワンちゃん？ロイグ飛ばしても、クエイク打たないとダメージ取んなくて、でもクエイク打ってもダメージが取んないんですよね。いや、これ無理っすね。うわー、これ、多分、本当に無理っすね。100点のプレイしたらいけんのかな？で、多分、ユキがないのか、もうウッド。
あ、でも美味しい。え、ワンチャンあるよ。いや、勝てー、やべえな。スケヒースピーっていうのがちょっとでけえですね。なんか違ったらでかいんですけど、回転がちょっと早いっすね。やべえ、全然通らねえ、これ。これやばいっすね。だが、ちょっとミニペを刺すぐらいしかね、僕に勝ち数じゃないんですよね。ああ、ミニペすらも通んねえ。これ。これ無理だな。これやばい。ちょっと待ってよ、これ。ああ。これはね、ちょっとメガナイトの方が簡単っすね。勝つの。くぅー。せっかく77行ったのに、ちょっともう一戦行きたいっすね。最後77戻しておりますか。このホグな、なんかホグ、型がすごいいっぱいありますが、いますね、スキヒースピ型。そう、スキヒースピ型もいて、ヒースピの枠が雪玉のね、ホグもいるんですよ。いやー、どうしようかな。一回相手がマスケ裂いたターンがあったんですかね。たまにあったので、まあ、ロイホグクエイクで普通に攻めて、ちょっとずつ稼いで頑張ってミニペウッド、ミニペで完封でホグ抑えるしかないですね。ちょっと前半やったな。とりあえずちょっとハンター裂いた、そこが良くなかったですね。いや、このホグ当たりたくないですね。メガナイトの方がいいですね。これならメガナイト箱の方がね、全然可能性ありますね。さあ、ワンハイブハント、よろしくー。ロイホグ使ってそうな顔してますね。ロイホグだな。この人ロイホグっすね。ロイホグでした。つけ箱ヒースピコモリ、うん、んつけヒースピ箱、ロイジェク、ロイジェでしたね。うう、完封はできないか。でもこれ、陸系、スケ、あ、ないよね。からの、ウィースケ。さあ、これね、勝ってんのかな。相手はあれですね。あれですよ。ロケ砲のロイジャイですね、環境の。うん、ロケ砲、まあ、ゴボリ、ロケ砲、うん。まあ、そうですね。そう来るっすよね。なので、僕は、早めにヒースピ出して、これに箱を落とさせるか、オッケー。いや、結構いい。いや、結構いい。でも、マジアチ抜いてね。もうちょっと歩いて。いや、いい。俺の指示通りじゃん。歩いて。いいね。あー、キワ。いや、でも、でかいっす。このダメージめっちゃでかい。いや、しかも一発入るね、これ。いや、でけ。この一発マジででけ。で、アイゴレ、まあ、ミニペウッとしとけばいいんですよね。でも、そこでロケをされると、結構ダメージ重なる。ここは、一回、待っていいな。多分自分から攻めるとカウンターが結構えぐいことになっちゃうので、まあ変に後ろから処理する必要もないのか。で、からのこっちにヒースピをつけることによって相手はスケルトンすごい出しにくい。あー、でもそれもうまい。で、マジアチ抜いて、抜いて、あー、やべ、いや、全然だな、しくったな、なんか全然良くなかったですね今。アイゴレミニペでロイを抑えて、でウッドも使って後ろに下げて OK 一発からの適当にマジアチャで、あのロケ砲邪魔だな。まあミニペそっちはどっちもいいんですよね、ダメージ稼ぎ。うん、ヒースピでしっかりウッドして、オッケーオッケーオッケー、マジアチャで一発、一発、一発入る、来た。うわー、気合が足りね。なんで、これ我慢して、いや、これなんで、アイゴリいらない、ロイフでよかった。なんとなくこっちに、でもこれハンターが結構やばい相手、無双する。これハンタームス来ないかな。いや、マジでハンタームスある。うー、あー、やべ、ワンパンされるな。これハンター出した方がいいな。やべやべ、ロイグ飛ばせ、ロイグ飛ばせ、
PSP 豚豚頼む。やべ、うきた、おはー来たー、こへー、あぶねー、負けたと思ったー。これね、多分自分から攻めると負けますね、こういう相手には。なんかシンプルにカウンター来てワンパンされそうなんですけど、ギリ耐えれましたね。いや前半だってあんなになんかめっちゃダメージ、あのアドね、ダメアドあったのに最後追いつかれたんで結構ラッキーですね。あぶねえ。というわけで77万いけたんでね、ちょっと8000、あと3日で、3日ちょっとで8000いきたいですね。というわけで今シーズンねマルチ頑張ります。ではお疲れちゃんでした。バイ。